ナッツモデル彩香。アネゴキャラとしてみんなから慕われているクラブ大好きパリピギャルの彩香が今回夏キズに初挑戦。普段見せることがない恋している彩香は一体どんな表情を見せてくれるのか。状態良くない？可愛い。前回の夏キズモニタリングで見てて、この感覚自分が味わうんだなってなった時に、本当どんな人なんだろう、どんな人なんだろうと思って、でもね、本当ドキドキが止まらなかったんで、そわそわしちゃって、なんか寒いとともに腕が止まらなくなっちゃって寒くてめっちゃ、なんだろう、乙女な顔してて超可愛かった。状態良かった。すごい状態良かった。もうほっぺが揺るんだ。髪型とかも服装とかも、あ、デートなんだなみたいな。かなり女の彩香が出てたから、そう、かわいい、ね、おおおおおおさくらゆうし。フィットネスジムを経営しながらも、自身がフィットネスモデルとして多くのファンを魅了するハイスペックイケメン。フィットネス各コンテストでの優勝経験もあり、現在はアパレルやライフスタイルモデルなど幅広く活躍しています。全然32歳に見えない。そう、見えないよ ね、 もっと若いのかなと思って見てたら、すごい、どんなになるんだろう、ドラマみたいな、ね、いや、間違いない。ちょっとこっから楽しみです ね、 ね、楽しみだね。今回はこの2人の男女が初めて出会い、たった1日の胸キュンデートを行う。果たしてその行方は。やばい、鳥肌立ってくる。ね、鳥肌立ってくる。気温8度らしいです。気温までちゃんと書いてある。気温8度だね。あ、やばい、こういうのってドキドキする。あ、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はい、はい、緊張してるけど。いくつですか？30。私、21です。21。10、はい、すごい。大丈夫ですか？いや、全然大丈夫です。楽しみます。彩香ちゃん、何してるんですか？普段はナッツのモデルやってます。雑誌の、はい。何やってるんですか？僕はなんかジムの、ジムとアパレルをプロデュースしてて、あとホストクラブ日系すごい、すごい、かわいい。ぎこちない感じになる。意外ともかわいい。めっちゃかわいい。今日はあの行きところとかも続いてるんで、はい、嬉しいです。一緒に楽しみたいので、はい、お願いします。どんな人なんだろうと思って、覗かれて、しかもまあまあ近い距離だったからびっくりして、でもなんかあっちも緊張してるんだろうなみたいな感じだったし、でも結構、あ、めっちゃかっこいいじゃんって思って、こういうことかと思って、楽しいなと思いました、しょっぱな。初めて来ました、足の音。そう、うん、来たことあります？来たことある、でも1、2回だけど、はい、綺麗なんだ、めっちゃ綺麗。いいの、これもうちょっと紅葉だったらよかったのにな。叫んでみてよ。やさみてやっとっつって帰ってきますか？帰ってくるし。嘘だ。叫んだことあります？
あるよね。ここね、ここではないね。ね、今日なんかね、うん、近くにあるこのなんか景色めっちゃ綺麗に見えるカフェみたいなところ焼きしたから、楽しみ。いいね。昨年って雪降んないんですか？雪降る近いよね。降らないか。スキー場のイメージはないです。ないね。できるスキー。ん？スキーできる。もともとスノボー得意だったんですけど、あ、そう、事故ってからできなくて今スキー練習してる。スキー練習してんの？うん、できますか？俺スキーの選手だったの。中3まで。じゃあめっちゃ得意だ。めちゃ得意。すごい。スノボーから入ってスキーやるってすごいね。うん。今更ですか？案外爽やかで、なんか、あ、男らしい感じなんだなってすごい印象変わって、あ、すごいなんか最初だったからすごいぎこちなかったけど話しやすいなとは思ってました。はい、めっちゃなんかさ話振ってくれて、うん、ね、確かに。何もしてないけど、なんかやばいね、うん、やばい、なんかもうキュンキュン、で、あやけがもう女なのよ、ね、いつも声の、うん、トーンが落ち着いてんの、うん、だから、うん、あ、女の子してる、うん、久々ってか初めてあんな女の子の顔が見るの、確かにね、超かわいい、いいな、しかもなんか二人ともまださぎこちない感じでさ、かわいいよね、お互いこう探り合ってる感じ、そう、でこっからさ、うん、10時間後にさキスする、なんかどうやって仲を深めてくんだろうみたいな、ね、超楽しみ、さっきチラッと見たけどさ、あ、だってあのバカがさ、うん、やばいよね、もうあれがしてるんだって、見たことないし、やったこともない、やられたこともないし、マジなんかもうドラマ悩ましすぎる、キュンだよ、ちょっとこっからだったよね、うん、こっからだよ、ちょっと再生していきます。夏キス唯一のルール、デートの最後にキスをする。すいません、はい、あ、お願いします、そう、はい、ビーンスカレーセット一つと、クロスティーニプレート一つと、はい、アイスティーとコーラゼロください。かしこまりました、楽しみ、ね、美味しそう、めっちゃお腹すいた、めっちゃすきました。ベーカリー&テーブル箱根、目の前に広がる芦ノ湖の景色を楽しめる非日常の心地よい空間で、パンを使ったメニューやデザートを堪能することができます。どこでありますか今で？俺は駒沢、駒沢大学の、駒沢大学の、その辺の、へぇ、めっちゃ都内ですね、めっちゃ都内だ ね、でも逆に俺帰省とかしたかったけど、あ、確かに仕事が近すぎちゃってさ、東京にしかいないから、確かに、あ、もう沖縄とか生まれが良かったです、自由に育ちたかった、いろんなところで、海の近くで育ちたかったです、海好きなんだ、好きです、好きですか、海めっちゃ好き、海外行くとき大体海があるとこ選ぶ、あ、確かに、泳げます、めっちゃ泳げる、嘘だ、泳げるわ、ね、俺ってあのダイビングの免許持ってる、あ、マジですか、あ、もう撮りたいと思って撮ってないんです、まだ撮ってなくて撮ろうかなと思って、撮ったらいいよね、確かに、ダイビングはずっと撮りたいと思って、潜水できんの、いや、あの、ついてれば、ついてれば、ついてれば、シュノーケルでだけだったらちょっときついかもしれない、じゃ泳げないんですよね、泳げないんだ、うん、ロールできないですし、顔も出した平泳ぎしかできないです、女の子はいきなりプール入ってめちゃめちゃガッツリクロールやってたらちょっと低い、確かに、確かに、確かに、箱根来たことないんだけど、箱根初めてなんですよね、どう、このなんもない感じ、なんかそう、湖あってめっちゃ雰囲気いいですよ、パン来た、来た、お待ちします、美味しそう、じゃあ、あの、す、汚れそう、ボリューミーです、美味し
しい、美味しそう。それを作られております。美味しそう。それが、パンが、山形の食パンですね。全粒粉のパンとライ麦のパン。食べたい。美味しそう。しました。美味しそう。左側から生ハムとかぼちゃのサラダとマンゴーのツナとマヨネーズ、スモークサーモンと卵のサラダ。美味しそう。ありがとうございます。それ汚れちゃうから脱いわ。うん、私そっちの方がいい。美味しそう。美味しそう。いただきます。いただきます。美味しそう。食うの大変そう。うん、絶対大変。うまい。景色もいいし、ご飯もおいしいし、最高ですね。ねえ、いいよね、ここ、うん、好きなタイプとかってどんな人なんですか？好きなタイプか、それは見た目？あ、なんか何て言ってる？中身、全体的に、うん、で、俺はそれこそ、あやちゃんと全然見た目違うんだけど。そうですね。違うっかい、ほんとだよ。清楚っぽいか。清楚系の、うん、え、意外。ちょっと、すっぴんも可愛いみたいな。あ、ほぼすっぴんみたいな。うん、いや、そういうわけじゃないんだけど、なんかすっぴんになったらまたちょっと幼くなって可愛いみたいな。はいはいはい、はい、邪魔やる。マジ、あ、終わったわ、みたいな。終わったな、これ、みたいな思って、うち的には最大限めっちゃ清楚にしてきたんですけど、超最大限清楚にしてきたのに、あ、終わったなこれっていう、なんか自分自身の中で壁作ったってことです、私は。中身は、中身なんだろう、でもあんまなんか一歩下がって支えてくれる系の女の子好き。ああ、はい、それこそ俺昭和の男だ。あ、じゃあ、本物の昭和の男。本物の昭和の男。はい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 。そういう子の方が好き。なんか、そうね、昭和63年。昭和前なんだ。昭和の最後。そういうことか。そういうこと。平成じゃないか。やばい、だんだん化石化されてくるから、多分。でも全然見た目が、全然昭和感感じないですよ。そっか、11個も。そうだよ。めちゃめちゃ違うよね。びっくりだ。でもなんか、しっかりしてる系だよ。意外としてますか？言われない。まあ、言われますね。ギャルだけどっていうか、そうです、結構見た目の割にはって言われます。どんなんですけど、逆に。メンズ、男らしい人が好きです。うん、うん、なんか芯持っててブレない人が好きです、私は。見た目は、見た目はイケてる人が好きです。イケてるって、うん、だからダサくない感じの人が好きです。うん、スタイルゾーン入るで、まあ、入るちゃ入りますけど。入るちゃ入る。いや、そう、インクドミニ、すごいギリギリね、入ったね。いやいや、全然全然全然入ります、普通に。はい、うん、イケてんなって初めて会って思いました、ね。うん、そうなんだ。おしゃれだし、イケてんなと。これストライクゾーンのとこ入るな。いや、ちょっとえ、あれが真ん中と伝えてくださいですか。ギリギリこの辺だったら、まあ、さっきの言い方みたいな。そんなに、そんなにその恥ずかしがあるの？俺が照れるんだよ、すぐこうやってやってくんないと。いや、ほんとに恥ずかしい。いや、本当に恥ずかしいの、ガリアなんですよね。そうだよね。そうです。なんか普段めっちゃ喋れるんですけど、いざこうなると喋れないんですよね。意外だね。めっちゃ意外って言われます。昭和の男、本当に、でも11個も離れてるからこそなのかもしれないですけど、昭和の男らしさがあって、なんかかっこいいなと思って、なんかそういう男の人が好きなんですけど、なんかすごいいいなと思いました、その時。はい。箱根って言ったら近くなってない。箱根って言ったら温泉ですか？温泉、そう、だからなんか、うん、なんか一緒に男と女で入れる温泉ってそんなないから、うん、もう行ったことないんだけど、今日ちょっとなんか一緒に行けるのを調べて、うん、見つけたから行ってみようかな。
ハグちゃん。いや。なんてきました。やばってやばって。はい。いい感じのところ。楽しみですね。じゃあ行きましょう。こんなしょっぱな、こんなしょっぱな裸見るみたいな。まあ、箱根だし、箱根バスだったし、あやし行ったことなかったんで、ぶっちゃけ、え、マジエロと思って、どうしよう、どこ見たらいいんだろうなって感じですよ。展開がもう早すぎちゃって、9展開いやー、キュンキュンするなー。なんかさりげなさのボディータッチといい、うん、さりげない距離の詰め方といい、うんうん、もう上手いなってめっちゃ思う。距離の縮め方がさ上手だし、なんかいやらしくなくない？さっぱりしてるというか、スマート、うん、すごいすごいスマートだった。だから嫌な感じしないでこっちも楽しめるから、うん、なんかそうそうそう。はい、では第1話を全て見終わったので、100点満点中何点か採点していきたいと思います。はいはい、じゃあ点数発表いきます。せーの、ドン。じゃあ、マヤから110点なんですけど、はい、1話、うん、もう初っ端からすごいキュンキュンポイントがたくさんあって、もう至る所でキュンキュンってしてたかな。うんうんうん、で、あれ、でもなんか、うん、あの何、ご飯食べてる時の、うん、あの足、うん、あー、なるほどなるほど、こうやって、これね、ところが、うん、ちょっと気になったかなってぐらい。あー、なるほどなるほど、そのくらい。あとはもうすべてめっちゃキュンキュンしました、はい、キュンキュンしました、最初から。なるほどなるほど、失礼します。私は65点なんですけど、え、なんか本当に、いや、人のなんかこういう恋愛のやつ、恋愛ってかこういうのみんなめっちゃキュンキュンするなと思って、なんか、なんだろう、距離の縮め方というか、距離がだんだんと縮まってきて、なんかちょっとこれからが楽しみだなっていう点数が65点でした。はいはい、私は70点で、なんだろうな、めっちゃなんだろう、キュンポイントが2個ぐらいあって、うん、だからそれで、あの、その手が触れるところとか、うん、あの、一番最初に、なんだっけ、おはようございますだっけ、なんか挨拶するときにすごい距離近くて、なんかすごいキュンキュンさせてくんな、ゆうしさんと思って、そう、これからのキュンキュン度合いも楽しみだなということで、高めに70点しました。おー、なるほど、はい、ほいほいほい。次に第2話に行きたいって感じですね。はい、ね、はい、せーの、あーナツキスを最後まで見てくれてありがとうございます。もしナツキスの動画を気に入ってくれたら、コメント欄に感想やいいねを残してね。またチャンネル登録をして次回のナツキスをお見逃しなく。